るものすべてをうならせるこの華麗なテクニック。 J ではルーキーながら早くも天才パサーとしてその名を日本中に轟かせた男、小野伸二が選ぶアシストランキング。小野伸二といえば日本の将来を背負う司令塔だ。アシストの選定もやっぱ一筋縄ではいきませんね。上もそうですけど下を狙っても通ったんじゃないかと思うんでディフェンスを見る目は特に厳しい。これちょっとディフェンスのミスですね。一見良さげなダイレクトパスも、まあこれはまあディフェンダーがなんでいないのっていう感じですけど。そんな中最もびっくりさせちゃったディフェンスがこれ。やられてますね。今のはちょっとうちのあの清掃の時の池田君ですね。多分27番違いますか。あ、そうですね。まああと何年かすると止めてくれると思うんですけど、まあ今回は仕方ないですね。どんなパスが選ばれるのやら、シンジのアシストランキングいってみよう。決まりました。シンジのアシストランキング、その選考ポイントは、タイミングよく相手の裏を取ること。特徴はキックの種類も重要性が高いことだ。それでは始めよう。第10位はアシストのストライカーのスピードを殺さないアントラーズ阿部のクロスパス。こういうの好きですよ、相手の裏からと。と、この好みのアシストはユース代表のチームメイト稲本。頼もしいです。第8位は小野と双璧をなす若き司令塔中村俊輔。これもシュートするだけなので素晴らしいですね。そして7位にはレッズのチームメイト野人岡野。アシストしてもらった小野も大興奮。トップスピードからよくああやって上げれるなと思いますけどね。走っててよかったです。でも感謝の割には順位が少し低いんじゃないですか。ちょっと他にもちょっとみんなの精度高かった。ちょっとすいません、そうやって突っ込まれるとああどうしようかって思っちゃうんで、これでいきたいと思います。6位はビスマルク。普通だったらもうちょいゆっくりしたボールを蹴ると思うんですけど、まあ、ビスマルク選手やっぱこう速いボール、それによってキーパーも出てこれないんです。ここで出ようとしてるんですけど出てこれないですね。思わずオノモニッコリ。第5位はドゥラ。もう全然見てないですからね。すごいですね。それにしてもドゥカさん、そんなに顔を背けなくてもいいんじゃないですか。文句か。エスパルス伊藤テルは第4位にランクイン。ボールの勢いも強いし、出し手と受け手の呼吸がぴったり合ってます。素晴らしいです。ところで自分自身のプレーをどう見るかというと、これはもうあれ相手も疲れてたし、これはもう誰でも出せますね。岡野へのアシストは、あそこで抜いてくれなかったら僕アシストじゃないんで。逆に守備の失敗を見つけちゃいました。ディフェンスのミスですね。もっとしっかりついてなければ。攻撃になると早いんですけど、ディフェンス面になるとちょっと切り替えが遅くなっちゃうんで、そういうとこ僕も直さなきゃいけないなと思いますけど。さあいよいよベスト3。まずはエスパルス安藤のこの一振り。キックにこだわる小野ならではの第3位だ。これはもうアウトサイドで、これはちょっと難しい蹴り方なんですけど、ワンステップでこのまま蹴ってますよね。だからディフェンダーも来ると思わなかったじゃないですか。これもポイントは高いと思います。第2位は人一国も絶賛中田英寿。天下の宝刀スルーパス。これは本当すごいですね。スピードとタイミングとコース、もうディフェンダーの嫌なとこで相手が自分の味方がもらいやすくて、でタイミングは合ってる。見ての通りああいうインサイドの強いパスを使ったスルーパスが多いと思うんですけど、まあ、身体能力的にも高いんで相手と競り合いながらパス出せるってところですかね。この場合はもうぶつかられたらもうダメなんで、ぶつかられる前に
はたいて、はい、怖いんで。そしてやっぱり最後に入ってきました、誰が選んでも高ポイント、ストイコビッチの今回は股抜き。あら、綺麗にいっちゃいましたね。シュートも股なんですよ、本当かっこいいですね。1対1だけじゃなくて、もうその裏を見てるんで、そういうとこはすごいんですよ。楽しいですね。やっててなんかサッカーがな、見てて簡単に見えますけどね、彼のを見てると。だから自分もできるんじゃないかと思うんですけど、やっぱできないですね。股抜きが多分一番悔しいと思うんですけど、しかもそれがアシストになって、悔しいだと思いますけどね。さすがストイコビッチ。